中身が相当面白いで、ラブレターハンカチが入ってるんですよ。ラブレターハンカチ特別になりたいです。I'm in love with you。 皆さん聞いてください、たまきゅうさんからこれが送られてきました。これが、え、ゆって落ち着いて落ち着いて、え、これ何がやばい、そもそもこれが家にあることもやばくないですか。家にあること確かにやばいけど、中身もやばい。中身が相当面白いで、ラブレターハンカチが入ってるんですよ。ラブレターハンカチ、本当にラブレター、ラブレターが書いてある、書いてあります。それのハンカチ、ハンカチです。使えますよ、ちょっと。え、早速やらない。やりましょう、やりたいんですけど。じゃあ、それじゃあ早速やっていきましょう。イエーイ。おー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 お、ピンク色のハンカチです。本当ピンクのハンカチでした。なんかこんな感じでちゃんと文字が書いてあります。じゃあ早速読んでいきますね。お願いします。先輩、受験お疲れ様でした。先輩、受験お疲れ様でした。テストの出来はどうでしたか。先輩のことだから普通だよなんて言って、きっとバッチリだったでしょうね。先輩、あのね、私勉強は大嫌いなのに、先輩に見てもらう宿題は好きでした。忙しいのにバカって呆れながら何度も根気強く教えてくれましたね。私雨は嫌いなのに、先輩と一緒に帰る日の雨は好きでした。忙しいのに何も言わずに私の家まで遠回りしてくれたこと、すごく嬉しかった。先輩はいつも普通だよって優しかったですね。でも桜が咲いたら先輩はいなくなってしまう。宿題も雨の日の帰りも先輩がいないなんて。それも普通だよって先輩は言うでしょうか。そう思うととても悲しくて寂しくて、伝えたくて手紙を書きました。先輩、あのね、先輩、私あなたの隣でずっと普通なんかじゃなかったです。寒い日の電車の待ち時間も、暑い日に二人で歩いた通学路も全然普通じゃなかった。先輩がいたから私の普通の毎日はいつも特別でした。私、先輩の普通から特別になりたいです。いやー、いい話でしたね。すごいいい話ですね。こういうのが入ってるんですね。こういう、すげえ。胸キュン系のお話も入っております、ね、え、まだあるんですか。まだあります。え、やってもいいですか。お、いいですか。やりましょう。出てきました。今度は緑ですね。こんな感じになってますね。じゃあ読みたいと思います。大好きなあなたへ、おはよう。昨日、大好きなあなたへ、おはよう。昨日あなたに初めて出会った時のことを思い出していたんだ。聞いてくれるかな。初めてあなたを一目見て、僕は目の前に花のようなお姫様が現れたと思ったんだよ。そしてどうやらね、僕はあなたに出会ったあの瞬間から今の今まであなたに恋をし続けているようなんだ。僕とあなたが出会ってからもう随分経つというのにね。おはよう、おやすみを何度繰り返しても、あなたが僕に微笑みかけてくれるたび、あなたの美しさ優しさに胸を焦がし続ける年月でありました。季節の移ろう香り、風の優しさをあなたと手を握り歩き感じ、笑い合う人生のなんと幸せなことでしょうか。あなたという一生の花を得て、僕の人生は
例えようもない価値を得たようです。花のようなあなた、僕の恋人、いつまでも一緒に過ごしましょうね。お姫様、とりあえず明日はデートにでも行きませんか。おじいより。ちょっと感動しちゃった。めっちゃいい話。ちょっとめっちゃ感動しちゃった。もう一回やっていい？お、え、まだあるか。ありますか？ある、やった。お、今度は紫だ。お、全然違う。すげー。これちょっと2回目なんで感情輸入して読みたいと思います。いいですか？頑張ってください。すいません、失礼します。君のことを、いや俺たちの関係ならフランクにお前って呼んだ方がいいのかな。 Dear love、 君のことを、いや俺たちの関係ならフランクにお前って呼んだ方がいいのかな。お前のことを考えると夜も寝れなくて結局ギター触っちまうんだ。生まれてくる音楽はどうしたってラブソングになっちまう。俺をラブソングシンガーにしたいのかお前は。まあ言っちまうよ。語彙力失ったレベルで愛してるしか歌詞が書けないんだ。そんな歌聞いたことないだろ。笑っちまうぜ。だから責任を取ってくれ。俺の楽屋になってほしい。俺が将来世界へ羽ばたいていく日に備えて準備をしておいてほしいんだ。帰る場所があれば俺はもっと高く飛べる。俺とお前の世界が溶けながら混ざり合う。そんな愛のチューニングをしてみないか。不協和音なんて奏でない。今言える言葉は I'm in love with you。 わあ、え、今すごいご本人みたいな感じですね。記憶飛んでたけどちゃんとできてたかな。結構自分好きなんですけど、かっこよくない？まあそういうのが好きな方もいるので幅広いジャンルで楽しめると思いますね。はい、ということで今3回弾いたんですけど、はい、他にもまだ2種類あって、え、青いお手紙と本当だ、いいお手紙があります。お願いします。本当だ。もう全然違う感じですね。もう今までのやつとはこんな感じになってますね。マッキー、読みます。お疲れ。今日の結果どうしてこうなったのかお前が一番よく分かってると思うが、あえて先輩として言わせてもらう。いい加減言われたことはできるようになってほしいし、プレゼンで声が震えるのも何とかしろ。スケジュール管理が甘い。退屈な会議でも居眠りするな。理不尽な取引先に対して顔に感情が出すぎるのも悪い癖だ。直した方がいい。正直お前みたいに手のかかる後輩はめったにいないぞ。でも俺は今日のためにお前がどれだけ努力してきたのかちゃんと分かってる。辛い仕事でも投げ出さずに精一杯取り組んだお前は大したもんだ。よく頑張ったな。ゆっくりで構わない。そのうち結果はついてくる。それまでは俺が必ずフォローしてやるから心配するな。今度飯でも行こう。お前の好きなものおごってやるよ。です。すげー、いい話ですね。じゃあ次、青い手紙を。はい。あ、かわいい。かわいらしい。さすが子供編。お父さん大好き。小さい子みたいな、小さい子感、うん、っていうのが出てすっごい私好きですね。ね、こういうのリアルだよね。リアル、すごい。これ普通にハンカチとして使えますね。そうなんですよ。ですね。けど私気づいちゃったんです。はい、なんと手紙、はラブレターみたいな形なんです。すげー、ほんとだ、ラブレターみたい。それだけじゃないんですよ。実はラブレターハンカチ以外にももう一つ商品があって。あるんですか？それがじゃん、重なるゴーストストラップ。かわいい。可愛くないですか？それがじゃん。おお、めっちゃかわいい。これ全9種あって、それ全部顔が違うんですよ。これ実は上ここ押すと光
光るんですよ。すげえ。可愛くないですか。え、ピンクはちゃんとピンクに光る。あ、本当だ。え、じゃあ他も光るんだ、すげえ。光りますよ。どうした。いや、じゃあこれ重ねてみます。じゃん、すごい。可愛くないですか。はい、こちら重なるゴーストストラップは1回300円です。お手頃。可愛いよこれ。めっちゃ可愛い。これぜひ回してください。はい、こちらの玉球のラブレターハンカチは11月5日から順次発売予定です。イエーイ。そしてそして重なるゴーストストラップは11月25日から順次発売です。イエーイ。皆さんぜひ買ってください。買ってください。そして、ね、ブシロードクリエイティブが送るオリジナルカプセルトイブランドたまきゅうは今後もいろいろな面白い、かわいい、楽しい商品をたくさん作っていきますので今日の期待です。イエーイ。バイバーイ。疲れてないですか。ちょっと待って、ちょっと。はい、じゃあどうぞ。俺をラブソングしました。大丈夫。頭ぶつけた。大丈夫か、大丈夫か。どうやってやってた。こっちか、こっちか。こっちですね。はい。